続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーでございます。今日はこちらの3本です。はい、1つ目は宮崎ブーゲンビリア空港で行われてます真心工芸展のお話をします。続いて宮崎県総合博物館で行われました宮崎の昔話公演の模様を、そして宮崎国際ストリート音楽祭実行委員会の皆さんが知事を表敬訪問しました、そちらの話題をお伝えします。じゃあまずはこちらのお話を聞いてください。宮崎ブーゲンビリア空港1階オアシス広場で宮崎市真心工芸展が開かれています。この催しは宮崎市特産工芸品協会が毎年この時期に開いているもので、会場には16の工房による陶器や布製品、アクセサリーなどが展示販売されています。皆さんが作ったのをですね、一人でも多くの方に知っていただくっていうのが目的なんですね。仕事場からこういうところにこう出てくるっていうのは、やっぱりお客さんとの対話、それができますのでありがたいと思います。今年で20年目を迎えたこの工芸展、今回はブーゲンビリアをテーマとした作品も展示され、10種類の色粉を使って美しい色合いが表現された七宝焼きや、優しい色合いのトールペイントなど、さまざまなブーゲンビリアを楽しむことができます。楽しく、はい、この時間過ごせましたので好きですね、こういう催し物っていうのは。手作り感あるものがたくさんありますので、買って帰ろうかなと思って今見てるところです。この展示会は4月24日月曜日まで開かれています。真心のこもったぬくもりある作品の数々、ぜひ会場で触れてみてください。宮崎の昔話公演が宮崎県総合博物館民家園で開かれ、地域住民およそ10人が参加しました。毎月1回行われるこの公演は、民家園にある旧黒木家住宅で開かれ、囲炉裏の前に語り手が座り、それを囲うように聞き手が座って行われます。おしまいです。民家園という施設が博物館にあるんですけども、その施設を知らない方が多いので、そういう施設を知ってもらうということで、いろんなイベントをしてまして、その中の一つが昔話になります。会場では語り手4人が順番に宮崎に伝わる昔話を披露していました。参加者は方言が使われる宮崎ならではの昔話に耳を傾けていました。宮崎弁もだんだん高齢化しだしてなくなりつつありますので、宮崎弁の良さとか温かさ、そういうものも子どもさんたちも感じていただいて、ぜひですね、後世にこう伝えていかれるといいかなと思っております。風流な建物の中で語られる宮崎の昔話、皆さんも一度訪れてみてはいかがですか。4月29日土曜日に開催される宮崎国際ストリート音楽祭2017を前に、井出茂樹実行委員長ら3人が河野俊嗣宮崎県知事を表敬訪問しました。宮崎国際音楽祭の開幕を告げるこのイベントは、毎年宮崎市中心部を歩行者天国にし、特設ステージなどでクラシックやポップスなど幅広いジャンルの音楽が演奏されます。12回目を迎える今年のストリート音楽祭には、8つのステージにプロ・アマチュア合わせて42団体が出演。会談では実行委員会から今年の出演者や見どころなどが紹介されました。今年はマリンバと尺八という珍しい県立劇場からのご提供、それと毎年参加していただいている台湾から台北市立聖光高校の吹奏楽団、それから今度は初めて沖縄からですね、三線というかそういう沖縄民謡を持ってこられるというですね、非常に私たちも楽しみにしております。そういったのですね、やはりもっともっとですね、たくさんの方に知り渡って、宮崎といえばこのストリート音楽祭だということが全国、あるいはそれこそこの隣国というんですかね、東南アジアとか広がって、たくさんの人がまた参加してくれるとありがたいですね。
宮崎ケーブルテレビでは楠並木前交差点ステージの模様を午後2時から午後6時までご覧の宮崎12チャンネルにて生中継でお届けしますよ。ぜひご覧ください。はい、以上3本お届けしました、はい、まずは1本目真心工芸展でしたけれども ね、はい、いいですね。あれはやっぱ作ってる人とあえて話ができるっていうのは、まあ、確かにそうですね。どんな人が作っちゃったっていうのが分かるのがいいですよね、はい、あとですね、毎日4つの工房による体験会や実演なども行われるということ で、 あ、いいですね。さらにですね、はい、作家さんとじゃんけんして買った場合は嬉しい特典があったりなどもするとなります。あったりなども、やっぱりその作家さんとじゃんけんするってなるとやっぱ少なからずもう工芸そこで始まってますからね。そうですね、いいじゃないですか。なかなか作家さんとジャンケンするのもないからね。それいいですかって言ってね、楽しいかもありますから、楽しいですね。工芸の使い方とか、はい、例えば着物とか洋服だったらどういう風に合わせますかって、そういう話も盛り上がりそうですね。ぜひともね、宮崎ブーゲンビリア空港で行われております。場所をお運びください、はい、そして続いて2つ目、宮崎の昔話公園なんですけど、宮崎弁もねやっぱりこうぬくもりがあって語りついていきたいですよね、はい、こちらは12月と1月以外毎月第3土曜日の1時30分から開かれているそうです。観覧は無料で、お散歩の途中でちょっとふらっと立ち寄ったよって方もいらっしゃるそうです。ぜひいかがですか。いい雰囲気でしたもんね。ぜひともね一度こう生で聞くっていうのもね面白いでしょうからね、はい、ということでした。そして最後3本目、はい、もうこの季節やってきましたね、はい、4月29日土曜日宮崎国際ストリート音楽祭2017を前にということで、やっぱり野外で聴く音楽ってまたこれいいんですよね。いいですよね、気持ちがいいですよね。はい、で今回ですね、もうこのテゲテレでもおなじみの磯貝サイモンさんご登場されるということで、それに加えてですね、宮崎初演奏となりますゴーイングアンダーグラウンドの皆さんも登場ということで、いや非常に豪華な、ね、イベントになるのはもう分かっておりますの で、 ですね、またね、磯貝サイモンさんのライブとか見たいです ね、 ね、サイモンさんすごいですよね。前テゲテレゲストじゃなくて1時間いただきました。そうですね、最初の最後まで。そんなゲストいないですからね、今までね。またまたぜひとも見たいと思います。4月29日土曜日です。ぜひお見かけください。はい、ということでエリアの話題をお伝えするわがまちレポートのコーナーでした。はい。